皆さんこんにちは、八幡平通信のミシェルです。皆さんは高速に乗らなくてもサービスエリアに入ることのできるウォークインゲートをご存知でしょうか。サービスエリアには上り線でしか購入できない、または下り線でしか購入できない限定商品を取り扱っています。ウォークインゲートを利用すると一般道からサービスエリアの施設を利用することができちゃうんです。それでは早速行ってみたいと思います。今回は行き方も見ていただきたいので、 JR 猪苗線大武家駅からスタートします。まずは上り線を目指して運転していきます。人がいる可能性があります。注意して開けましょう。こちらでしか買うことのできない限定品があると伺ってやってきました。工藤純子さん、よろしくお願いします。岩手建国自動車株式会社の工藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらがおすすめのもちっとりんご6個入り680円、青森県産りんご果汁を使用したりんごピューレを練り込んだ、もちもち生地でカスタードクリームを包み込んだ当店人気ナンバーワン商品です。ここでしか買えない商品ですので、お立ち寄りの際はぜひお試しください。もちっとりんごチョコ風味6個入り734円。もちっとりんごのチョコ風味、私たちからの販売ですので、バレンタインのプレゼントにもおすすめです。和牛ホルモン1480円、焼肉大和さんとのコラボレーション商品です。ホルモンといえば豚のイメージですが、当店では牛を使用しています。牛独自の柔らかさ、脂身の美味しさが堪能できる商品です。ここでしか買えない商品ですので、お立ち寄りの際はぜひお試しください。こちらがおすすめランキング第3位、岩手産メロンパンホイップクリーム入り320円。雄大な岩手山をイメージして焼き上げました。こちらがおすすめランキング第2位、サスケ豚の味噌焼き丼1000円。きめ細かい肉質のサスケ豚バラ肉に甘辛い味噌だれを絡めて焼き上げました。温泉卵と絡めてマイルドに仕上げました。こちらがおすすめランキング第1位の八幡平サーモンの漬け丼1380円です。地元八幡平市で養殖された鮮やかなオレンジ色のニジマスを自家製のタレに漬け込み漬け丼にしました。第1位の八幡平サーモン漬け丼をいただきます。すごいツヤツヤですね。
帯の山並みと南部片富士と呼ばれる岩手山を真正面に見ることができる景観の素晴らしい休憩ポイントです。東北道と八戸道が交わってから最初のサービスエリアです。ぜひいらしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。